政治と官僚と企業とやっぱり癒着した構造そのものを変えたいという思いでやっぱりずっとやってきて、で政治に対してはやっぱりまだ諦めていないんですね。でこれは原発の震災による原発の災害というだけではなくて、実は原子力発電所を運転している時でさえもその命の切り捨ては行われていて、原発で労働している人たちの命というのはずっと切り捨てられてきているんですね。でそれが今回震災によって吹き出しただけであって、やっぱりずっとこの切り捨ての中にこの国はずっとこの原子力発電を動かし続けてきたし、そのことによってやっぱりこれはずっとこの最終処分地も決まっていない、で未来にやっぱりこのずっとこのツケを残していく、まあ、お金のツケだけじゃなくてやっぱりいろんなこの汚染物質を残していく、でそういったことをやっぱりずっと自分たちは許してきてしまっていた。やっぱり原発をもう一回、事故の少ない原発を作るっていうんで、世界からこれだけの大きな事故を起こしてしまい、その海を汚したりした責任がある日本が、もう一回新しい原発を作りましたっつって、売れるわけがないし、尊敬されるわけがない。だとすれば日本の生きる道は、原発じゃないものを変え、その再生可能エネルギーを開発をして、そこで世界に貢献をしていくって、それその役割をすることによって貿易立国、技術立国、日本の地位を揺るぎないものにしていくっていう方向、そこに僕たちの税金の開発のためにお金を使うとかっていうのは大事なことなんじゃないかなと思いますね。実際日本は絶対避けられない土地なので、日本でやっぱりその原発を作ってやっぱり動かしていくってことは無理なんじゃないかと、その無理だっていうところに立って、ちゃんと違うエネルギーを本当に無駄にしている熱エネルギーを有効に活用するとかですね、地熱発電はもっと有効に使うとかですね、日本はもっとできることがたくさんあると思うんで、僕も環境委員会の時にずっと原発問題はずっと取り上げてきて、その再生可能エネルギーをいかに日本で普及させていくのかということをずっと環境委員会の時にやってきたので、その点ではやっぱりぜひ再生エネルギーをしっかりやっていきたいと思っています。ぜひ弟分の川田理恵をよろしくお願いします。川田先生、どうもありがとうございました。ゆっくりとお休みいただきたいと思います。